グランドオープンまであと7ヶ月、工事進捗率は 75.5% となりました。商業棟の6階と7階に入る予定のゆくるは、地下1500メートルから湧き出る天然温泉を使った温浴施設です。6階は館内着や水着で楽しむ3種類のサウナで構成されています。ステンドグラスや石畳、中国格子をデザインしたわからんサウナは、長崎の魅力を感じながら整うサウナ。光と音のサウナは時間帯や季節で演出が変わる仕組みです。朝はゆったり落ち着いた空間に、夜は明るい音と光で盛り上げ、イベントの開催も検討されています。ターゲットは初心者から上級サウナーまで。スタジアムシティが開業する10月14日にオープンする予定です。